テーションに出ています。さて今度はロシア、ナディア・カナエーバ、ショートプログラム終わって第2位です。曲はおなじみウエスト・サイド・ストーリーから。彼女もモスクワ出身の13歳ですから、まだ中学生ですよね。趣味がボールルームダンスということですから、この演技力に注目しましょう。最初のジャンプはトリプルループですね。軸前しっかりしてます。ルッツ、トリプルルッツからダブルトーループ。綺麗なスピン。コスチュームもなかなかユニークですね。そうですね、少しちょっとお腹出しすぎじゃないですかね。あ、そうですか。今の規定では少し出しすぎますとですね、減点につながりますので、ええ、このところは審判どういうふうに採点したんでしょうかね。うん、あっと惜しい。トリプルフリップがちょっと回転不足しましたね。成功しましたね。はい、なかなか面白いダブルアクセルでしたね。普段とは何が違うんですか？そうですね、通常ですとバックアウトサイドエッジから前向いて飛ぶんですけども、前から前で飛びましたね。終盤ですが、なかなかスピードもあるようですね。もう一回アクセルジャンプ、ダブルトーループ。ロシアのナディア・カナエーバ、13歳の演技。95年のジュニアオリンピックで見事に優勝した選手でした。いや、まだこうやって見ると可愛らしさが残ってますもんね。そうですね。でもしかし演技はですね、もうジャンプといい、もうシニアのお姉さん方と変わらない技術は持ってますね。ラサルコージャンプ、得点が出ました。表現力は 5.6 という得点をつけたジャッジが3人。この年でですね、セカンドマークが上がるという、はい。